お前誰？来る資格ないだろ。医学部同窓会の会場、わざわざ肩を叩いてきたくせに、ふざけたことを言う元同級生。ニヤニヤ笑っている彼を見ていると、学生時代に受けた嫌がらせが脳裏をよぎった。お前は今何してるんだ？最終学歴高卒じゃ、ろくな仕事してないだろ？まさかニートか？そう言い、俺を見下す彼。それに呆れて帰ろうとした時だった。教授、お待たせしました。理事長が俺に声をかけてきた。その理事長の言葉に戸惑った様子を見せる同級生。あなたのおかげで存続しています。え？そして、理事長の口から話された真実に彼は驚愕することになるのだった。俺は松岡俊太。会社員として働く40歳だ。仕事は忙しいがやりがいがあり、毎日大変だけど充実した日々を送っている。俊太、最近特に忙しそうだけど大丈夫？美穂に言われたくないよ。俺なら大丈夫だから。そんな俺には、優しくて美人な妻の松岡美穂、そして妻によく似た可愛い娘の美春がいる。美穂は俺以上に忙しく、朝早く出て夜遅くに帰ってくる状態。そのため、美穂の代わりに一人娘の美春の面倒を見ていた。パパ、あのね。うん、どうした？パパ大好き。そのおかげか、美春は俺によく懐いてくれている。一緒にいる間は俺の後をついて回り、何でも俺に報告してくれる可愛くて仕方ない娘だ。そんな娘は幼稚園に通っており、俺はいつも会社帰りに迎えに行っている。あ、パパ！すると、いつも美春は俺の顔を見て笑顔で駆け寄ってくる。その可愛い娘の笑顔を見ると、仕事で疲れた気持ちも一気に吹き飛ぶというものだ。あのね、それでね。うんうん、そっか。手をつないで自宅へ帰る。その間、美春は幼稚園で会ったことを笑顔で話し、それを聞くのは俺の癒しとなっていた。お手紙見る。ああ、頼んだよ。家が見えると、真っ先にポストを覗く美春。このポスト確認が娘の役目である。パパにお手紙来てるよ。すると、美春が手紙を取り出しながら教えてくれた。それを受け取り、確認してみると、それは大学の同窓会のお知らせだった。同窓会か。8年に一度開かれる大学主催の同窓会、卒業生同士の交流を目的としたものである。前回はまだ就職したばかりで、忙しかったので参加を見送った。今年は参加してみようかな。そう考え、俺はスケジュールを頭の中で思い出していた。今から調整すれば無事に参加できるだろう。というわけなんだ。参加してもいいかな？いいと思うわよ。その日なら私も休めそうだし。俺は早速帰宅した妻に相談した。俺の言葉に彼女は快諾。むしろ、せっかくだから楽しんできたら？と笑顔で送り出してくれるほどだ。その日はママとデートしましょうね。うとうとしている美春に笑顔でそう言う美穂。それに対し、ん？とはじめは首をかしげる美春だが、お出かけするというのを理解したらしい。うん、ママとデートする。と満面の笑顔で返していた。そんな妻と娘のやりとりが愛おしく感じ、俺も微笑む。ありがとう。じゃあその日は頼むよ。ええ、任せて。そして、俺は同窓会当日は娘を妻に任せて、同窓会に参加することにした。大学時代に親しくしていた人もいる。その友人たちと久々に会うのも楽しみだ。まあ、会いたくない奴もいるけど。そうつぶやきながらも、俺は同窓会の日を心待ちにするのだった。ここが同窓会の会場か。大学主催の同窓会は、都心のホテルで開かれた。大きなホテルということもあり、たくさんの人が招待されているのだろう。どれだけの人数が集まるんだろうな。そう思いながら、俺は会場へと進んだ。うわ、すごい人だな。ホテルで一番大きな広間は、すでに人でごった返している。思わずその規模に驚いてしまうほどだ。あちらこちらで談笑や、はたまた名刺交換している姿まで見受けられる。これは同窓会っていうより、交流会だな。そう思いながら会場を見回すと、何人か懐かしい顔を見つけた。向こうも俺に気づいたらしく、俺の方に歩み寄ってくる。
お前、俊太か？久しぶりだな。ああ、久しぶり。お前の活躍は聞いてるけど、なかなか会う機会がなかったな。会場の雰囲気に飲まれながらも、俺は何人かの顔見知りと挨拶を交わす。中には名刺を渡してくる人もいた。ああ、そうだ。君に紹介したい人がいるんだ。私にですか？ああ、そうなんだよ。ちょっと探してくるね。そのうちの一人が、そう言って離れていった。その背中を見送って、俺は料理でもつまみながら待つことに。あ、飲み物をもらっても？はい、どうぞ。スタッフから飲み物を受け取り、料理を物色し始めた。何を食べようかな？そうつぶやきながら並べられている料理を見る。今回の同窓会は立食式なので、他の人の邪魔にならないように動く。その時だった。あれ？なんでいんの？そんな言葉とともに、後ろから肩を叩かれた。それに驚いて振り返る。お前誰？来る資格ないだろう。そこには懐かしく、しかし、二度と会いたくないと思っていた顔があった。ぶしつけに笑いながら言ってくる男は、浜田誠という男だ。ああ、久しぶり。自分から肩を叩いてきたくせに、相変わらず意地の悪い言い方をする誠に、俺は思わず眉をしかめた。医学部中退したくせに、大学主催の同窓会に顔を出すなんて厚かましい。そんな俺に挨拶もせずに行ってくる浜田。彼の態度を見て、俺は心の中でため息をついた。ここはお前が来るところじゃない。そう暴言を吐く浜田の姿に、俺は医学部時代のことを思い出す。決して良い記憶だと言えないものだ。俺と浜田は現役で医学部に合格した。俺は浜田誠。お前は？俺は前田俊太だよ。そして彼とは机を並べて学んだ中でもある。二人とも成績は優秀で、お互いに刺激し合いながら切磋琢磨していた。しかし俺の方がわずかばかり上だったらしい。なんでお前の方が上なんだよ。今までは俺がいつも一番だったのに。高校までトップを走ってきた彼は、それが気に入らなかったようだ。浜田は俺に陰湿な嫌がらせをするようになった。あれ、俺の筆記用具知らないか？え？知らないぞ。ちゃんと保管しとかないから悪いんだよ。俺の私物を隠したり、壊したりするのは当たり前。他にも教授に嘘の告げ口をしたり、共有されるべき情報を俺だけに教えなかったり。そんな感じで毎日のように嫌がらせをしてきた浜田。頭がいい分、証拠を残さないよう、用意周到に追い込んできた。大丈夫か？浜田から嫌がらせされてるみたいだけど。ああ、大丈夫。気にしてないよ。はじめこそ、そんな感じで毅然とした態度で対抗していた俺。しかし、あまりの陰湿さに次第に追い詰められるようになっていった。よし！ついに俺が一番だ！ああ、おめでとう。2年に進級した頃から、俺の成績を浜田が抜きトップとなった。正直悔しい気持ちはあったが、これで嫌がらせも止まるんじゃないか。そう思い、少しだけ安堵した気持ちもあった。しかし、相変わらず彼の嫌がらせは続き、しかも尻尾をつかませないので打つ手がなかった。もう俺のことは放っておいてくれよ。そんな俺の願いが届くことはなかった。そして、3年になった頃。ごめんね、俊太。気にしないで、母さん。俺の母が病気で寝込むようになってしまった。母子家庭ということもあり、俺は母の看病もしなくてはならない状態に。そのため、勉強する余裕がなくなり、日に日に成績が落ちていった。このままじゃダメだ。もともと病気がちな母の体を治したくて、医者を目指した俺。そんな俺は、成績優秀者にだけ与えられる奨学金で、高校と大学の学費を賄っていた。あまり言いたくはないが、この成績では奨学金の対象から外れてしまうぞ。学校からも俺の成績不振について、このままでは奨学対象から外れると忠告されていた。しかし、俺にはもう学業を続けるだけの余裕がなくなっていた。もう、俺は大学に入れない。そして、俺は奨学金のこともあり、大学中退を決意したのだ。別に中退でなくてもいいんじゃないか？せめて休学でも。教授は俺の家庭環境を知り、俺の能力を惜しがってくれた。そのため、
せめて休学にしてはどうかと助言までしてくれた。しかし、母の看病も先が見えず、また奨学金の問題も解決できないので中退を選んだ。本当にごめんね、俊太。そんなに謝らないで、自分で決めたことなんだから、後悔してないよ。母にはそう言ったが、やはり引っかかるものはあった。それを無視し、俺は違う道を進むのだった。はぁ、過去を思い出し、胸に痛みが走る。思わずため息をつくと、浜田はニヤニヤと嫌な笑みを浮かべながら見下したように話してくる。俺は今、大学病院で外科医をしてるんだ。いわゆるエリートだな。ドロップアウトしたお前と違って、順調に医者になって出世してるよ。それはよかったな。彼の自慢を適当に受け流す。お前は今何してるんだ？最終学歴高卒じゃ、ろくな仕事してないだろ。まさかニートか？すると、今度は馬鹿にしてきた。昔と変わらず、意地の悪い性格をしているらしい。そんな彼に、俺はもう一度ため息をついた。おかげさまで会社員だよ。ちゃんと働いている。会社員とか、医者目指してた奴がサラリーマンかよ。どうせ中小の営業とかだろ。ご苦労様。俺の返答を聞いた浜田は、さらに馬鹿にして笑ってくる。周りが詐欺すむような視線を向けているが、それにも気づいていないらしい。俺はこれ以上浜田に関わり合いになりたくない一心で、もう帰ろうかと飲み物をテーブルに置く。お前とこれ以上話すことはない。そして出口へと向かった。顔見知りには後で謝ればいい。そう思いながら歩く俺の背中に。お前みたいな貧乏人はこんなうまい飯、めったに食えないだろ。ほら、もっと腹いっぱい食ってから帰れよ。と浜田が声をかけてくる。その時だった。松岡教授、こちらにいらしたんですか？会場の奥から一人の男性が走ってきて、俺を呼び止めた。教授、お待たせしました。紹介したい人なんですが。その声の正体は、先ほど紹介したい人がいるからと探しに去っていった。大学の理事長の森本雄一郎だった。え？松岡教授？理事長の言葉に戸惑った様子を見せる浜田。理事長、何言ってるんですか？人違いですよ。こいつは前田というやつで、医学部中退したくせに潜り込んできた部外者です。何を思ったのか、浜田は笑いながら理事長にそう言う。すると、森本理事長の表情がいぶかしげなものに変わった。浜田先生、あなたこそ何言ってるんですか？彼はうちの大学の客員教授の松岡教授ですよ。新薬開発の第一人者で、あの松岡製薬の社長のゴミ打ちですよ。そして、そう説明した。それに浜田は顔色を変える。は？だって前田だろ？新薬開発の松岡教授が前田のわけないじゃないですか。旧姓は前田だけど、結婚して妻の席に入ったから今は松岡だ。客員教授っていうのも事実だ。怒鳴る彼を見ながらそう説明した。俺と森本教授の顔を見て、真実だと分かったらしく、浜田の顔が一気に青ざめていく。そんな、あの特許取った薬の松岡教授？浜田先生、いくらあなたでも大学を救ってくれた松岡教授に失礼なことしたら、ただじゃ済みませんよ。森本理事長に叱責され、さらに浜田が青ざめる。そんな彼の様子に、俺は苦笑した。まさか、見下してた俺がそんな立場にいるとは思わなかったか？まあ、俺も大学中退した時は、こんな生き方ができるとは思っていなかった。浜田のことを見ながら、俺は再び過去のことを思い出した。俺は医学部を中退した後、アルバイトしながら母の看病を続けた。母さん、俺、一人になっちゃったな。しかし、看病の甲斐なく、母はこの世を去ってしまう。それまで俺は、母の病気を治したくて医者を目指していた。だが、母のような病気には、特効薬を作る方が最適だったと、俺は気づいた。俺が進むべきだったのは、医学部じゃなくて、薬学部だったんだ。そう認識した俺は、自分の道を再認識した。大学に確認したところ、医学部時代に取っていた単位が薬学部でも有効なのが分かった。それもあり、俺は大学の薬学部へと編入した。今日からよろしくお願いします。バイトを掛け持ちし、無事に薬学部を卒業。そして、
俺は松岡製薬の研究員として就職したのだ。ええ、よろしくね。そこで出会ったのが、今の妻である松岡美穂社長である。当時まだ専務だった美穂は、俺の母と同じ病気で自分の母を亡くしていた。俺は母の病気を治したかった。しかし、すでに母は亡くなり、それはもう叶いません。俺は面接の時、自分の思いを話した。でも、同じ病気で亡くなる人を亡くしたい。救いたいんです。そのための新薬を開発したいんです。心の底からの言葉、それに心を打たれたのだと、後に美穂が言っていた。私自身も製薬会社を経営しているのに、母を救えなかったのが心残りだった。でも、あなたの言葉に希望を見た気がしたの。採用された折に、そう言った美穂。そんな彼女のためにも、俺は頑張ると決めたのだった。その後、社内で美穂専務を中心に、新薬開発のチームが組まれた。チームに選ばれたことを光栄に思いながら、俺は必死になって研究した。俊太くん、頑張るのはいいけど、あまり根を詰めすぎないでね。ありがとうございます、美穂さん。そんな俺を彼女はいつも気遣ってくれた。そして、お互い一緒に働くうちに距離が縮まっていった。あの、美穂さん、俺と付き合ってくれませんか？はい、喜んで。やがて、俺からの告白で交際を開始、順調に交際を続けて結婚した。美穂は一人娘で、うちの跡取りなんだ。だから、うちの姓を名乗ってほしい。もちろんです。これからよろしくお願いします。岐阜からの頼みもあり、俺は前田俊太から松岡俊太になった。その後、俺が手掛ける新薬は、大学病院を持つ母校の薬学部と共同開発することに。これからますます忙しくなると思うけど、無理だけはしないでね。ああ、わかってる。気にしてくれてありがとう。そして、客員教授と研究員の二足のわらじを履くことになった俺。毎日忙しくも充実していた。その結果、大学病院での治験も順調に進み、とうとう新薬は国の承認が下りた。そのまま特許も取得し、俺たちの名は一気にこの業界に広まるように。もう私の出番はないな。これからは美穂に任せるよ。その功績を見て、当時松岡製薬の社長だった美穂の父である岐阜は、娘に社長の座を渡して引退。美穂が社長になった。これからどうするつもりですか？妻との思い出の地を旅して、その後は田舎でゆっくりしようと思ってるよ。そう言っていた岐阜は、現在宣言通り旅行を終えて田舎暮らしをしている。それなりに楽しく、穏やかな日々を送っているらしい。松岡教授がいなければ、うちの大学は潰れていたでしょう。森本理事長の言葉に意識を現在に戻す。彼の言う通り、当時財政難だった大学は、共同研究者としてその利権で潤った。その結果、経営を持ち直したのだ。あなたのおかげで存続しています。本当にありがとうございます。前田が、森本理事長は俺の手を握りながら感謝の言葉を述べてくる。一方、浜田は大学病院に勤めているので、松岡製薬と大学の新薬共同開発は知っていたらしい。しかし、まさか俺がその中心人物だとは知らなかった様子だ。まあ、名字も変わってるから知らないのも当然か。お前が希望するような底辺じゃなくて悪かったな。それとも、昔みたいにまた嫌がらせして、今度は教授の座から引きずり下ろすか？青ざめたままの浜田に俺はそう挑発した。すると森本理事長の表情が変わる。嫌がらせ？どういうことですか？いえ、その。森本理事長が鋭い視線とともに聞くと浜田はうろたえ始める。その話はおいおい詳しくさせてもらいますよ。それよりも紹介したい方ってどなたですか？俺は浜田を無視して、森本理事長と話し出す。それから森本理事長と紹介された人物と話しているうちに、浜田はいつの間にか姿を消していた。それで嫌がらせとは？ああ、まあいろいろとありましてね。その後、俺は森本理事長に浜田との関係や嫌がらせについて聞かれた。しかし、それに対して俺はさらっと言葉を濁して、詳しくは伝えなかった。森本理事長に自分がしたことがバレたかもしれないって、せいぜい怯えればいい。そう思い、俺はそれ以上浜田に対して何もしなかった。そんな俺に対し、
森本理事長も浜田を問い詰めたそうだ。浜田ははじめ何も語らなかったという。実はあいつの才能に嫉妬して陰湿な嫌がらせをしてきました。しかし次第に自分の罪の深さに気がついたのか、すべてを告白してきたと聞いた。そして彼は心を入れ替えたのか、傲慢さが鳴りを潜めて真面目に外科医として働いていると聞いた。案外復讐になったな。いい方向に転がってよかったと俺は安堵したのだった。さて行くか。同窓会からしばらくした頃、俺は大学病院に来ていた。お待ちしてましたよ、松岡教授。お待たせしました。そこにいるのは先日紹介してもらった石塚健一さん。彼は有名な医者であり、俺同様に例の病気を治そうと日々奮闘してきた人だ。あなたの新薬のおかげで娘を助けることができました。心から感謝していますよ。そう、彼の娘さんも俺たちの母と同じ病気だったのだ。そして俺が開発した新薬のおかげでだいぶ回復してきているらしい。では行きますか。はい、よろしくお願いします。そんな彼が今回大学病院に来た理由、それは石塚さんに手術をしてもらいたい患者がいるからだ。石塚さんにお願いしたいのはこういった患者さんで、その患者さんの手術は難しく、そう簡単には手を出せない状況だった。こんにちは、飯田さん。ああ、松岡君、その人は？この人は凄腕のお医者さんですよ。患者さんは飯田という人で、とても穏やかな人で、いろんな人の相談を受けている頼りになる存在だ。そんな人なので、みんなが彼を助けたいと奔走していた。そうなのかい？そんな人が私なんかに構ってていいの？何を言ってるんですか？みんなあなたが好きで助けたいと思ってるんですよ。俺自身、彼には大変お世話になった。二足のわらじ生活に疲れた時に話を聞いてもらった時や、松岡家に婿入りした時に悩んでたことを相談した時など、彼はすでにいない親のように俺の話を聞いてくれた。はじめまして、私が必ずあなたの病気を取り除きます。そう言ってくれた石塚さんは本当に頼もしかった。そして実際に彼は飯田さんの手術をしてくれ、彼を助けてくれたのだ。本当にありがとうございます。いえいえ、いいんですよ。手術を終えた石塚さんは頭を下げる俺に穏やかに微笑みながら言ってくれる。そもそも私が医者を続けているのはあなたのおかげですから。え？彼の話によると、石塚さんの奥さんも同じ病でこの世を去っていた。だからこそその病気を治すために奔走しつつ、忙しい合間を縫って娘さんを育てていたらしい。大事な娘が妻と同じ病気になった時、私は絶望しました。もし娘までこの病気で失ったら医者を辞める。そして妻のところに行こう。そう思っていたんです。現状、手術では治せない病気。そのため外科医である石塚さんでは娘を助けることができない。それを聞いた時、俺は胸が締め付けられる思いをした。もし俺の娘である美春が同じ病気になったと考えると、それだけでもゾッとしてしまう。そんな時に森本さんからあなたの新薬の話を聞きまして、きっとこの薬なら治してくれる、そんな風に紹介され、実際に新薬で助けることができた。もしあなたが新薬を開発していなければ、私は医者を辞めて彼を救うことはできませんでした。彼の言葉が正直嬉しかった。母のような人を一人でもなくしたい、そんな思いで開発した薬、それが彼の大切な人を助け、こうして俺の恩人を治すきっかけになってくれた。本当にありがとうございます。いえ、こちらこそ。いつの間にか叶っていた夢、まさかそれがこんな風に報われるなんて。泣きそうになるのを耐えながら、俺は石塚さんに感謝を述べるのだった。飯田さん、あれからどうですか？ああ、だいぶ良くなってきたよ。忙しい仕事の合間を縫って顔を出すと、だいぶ顔色が良くなった彼が笑顔で出迎えてくれた。そういえば、君は浜田先生を知ってるかい？すると彼の口から意外な名前が出てきて驚いてしまう。昔一緒に医者を目指していました。そうだったのか。じゃあ彼の言っていたのは君のことだったのか。飯田さんの話によると、
浜田は時々俺のことを話していたらしい。どうせ恨みつらみや嫌がらせをしてやったみたいな自慢かと思っていた。しかし実際は自分が絶対に叶わない相手だったって言ってたよ。え？俺のことをそう言っていたそうだ。まさか俺をけなすどころか認めていたなんて。彼もね、いろいろと抱えていたらしいよ。飯田さんの話によると、浜田の家は厳しい家庭だったらしい。浜田の親も医者で、常に一番であるように彼に言い聞かせていたとのこと。そんな両親の期待に応えて医大に進学したはいいが、君という壁にぶつかった。今まで壁にぶつかってこなかったのに、突然現れた障壁。すると、浜田は親から、俺より上の成績を取らないと、大学費用を出さないと言われたそうだ。それで追い詰められた彼は、徹底的に君を排除することを選んだ。その結果が、あの嫌がらせだったとのこと。そして、最終的に俺を追い出したことで成績トップになったが、彼の中に俺の存在は残り続けていたようだ。だからこそ、何年も会っていないのに、あの同窓会の場で俺にすぐに気づいたのか。そんな風に納得しつつも、なぜ飯田さんがそこまで知っているのか気になった。事情はわかりましたが、なぜそんなに詳しいんですか？ああ、私は人の話を聞くことしかできないからね。少し前まで追い詰められてた顔をしてたから、ついおせっかいを焼いたんだよ。あの同窓会の後から、彼は随分と思い詰めた表情をしていたようだ。飯田さんはそれが気になり、声をかけて話を聞いたとのこと。お互い許せない部分もあるだろうし、無理に許すつもりはないと思うよ。でも違う方法でいいから、私みたいな人をたくさん助けてほしいな。飯田さんの言葉に俺はうなずいた。その後、俺は美穂にも飯田さんから聞いた話を聞かせた。そっか、みんないろんな事情を抱えてるのね。そうだな。俺も嫌がらせをしてきた嫌な奴としか思ってなかったから、その背景とか気にしていなかったよ。美穂にそう返しながら、俺は浜田のことを考える。正直、彼から受けた仕打ちを許そうとは思えない。しかし、浜田とのことがあったから、今の道に進めたと言ったのも事実だ。まあ、無理に関わろうとしなくてもいいんじゃない？そうだな。美穂の言葉にうなずく。すると、美春がとことこと俺のところに歩み寄ってきた。パパ、どうかしたの？うんうん、なんでもないよ。抱き上げれば、キャッキャッと笑う娘。そんな娘と愛しい妻に出会わせてくれたこと、それは浜田に感謝してもいいかなと思った。それからしばらくして、飯田さんは無事に退院した。その日、わざわざ退院帰りに俺のところに寄ってくれ、深々と頭を下げてくれた。石塚さんにもお礼を言いたいって言ってましたよ。そうだったんですね。近々そちらにまた行くので、その時に会えたらいいんですけど。石塚さんとはあれからこまめに連絡を取り合うようになった。実はそちらの大学病院に勤めることになりまして。そうなんですか？ええ、その時は娘と一緒に家族ぐるみで仲良くさせていただけると嬉しいです。石塚さんの言葉に俺は笑顔で了承したのだった。ちなみに、石塚さんの娘さんは保育士を目指しているらしい。病気の関係でその夢を諦めかけたが、再び歩み始めることができたと喜んでいたとのこと。本当にありがとうございました。もう、そんなにお礼を言わなくても。親子揃って感謝され、俺はなんだか照れくさくなってしまった。そんなことがあってからしばらくした後、俺は今日も娘の美春を迎えに行き、一緒に帰ってきた。そして、いつものように郵便ポストに駆け寄る娘。パパにお手紙来てるよ。そっか、ありがとう。満面の笑顔で報告する娘に微笑みながら手紙を確認する。差出人は浜田誠だった。自分の行いをとても恥ずかしく思っている。本当に申し訳なかった。内容は俺に対する謝罪。どうやら飯田さんと話したことで自分の気持ちに整理がついたらしい。そして、しっかりと改心してくれたようだ。ついでに、転勤してきた石塚先生の弟子になり、毎日腕を磨いていると書いてあった。ちゃんと改心したならよかった。そう思いながら、俺は夕飯を作っていた。ただいま。あら、いい匂い。お帰り、ちょうどできたところだよ。
そこに帰ってきた妻の美穂。彼女は俺の言葉に笑顔を浮かべた後、じっと顔を見つめてくる。なんだか機嫌がいいわね。何かいいことあったの？本当に察しがいいな。ちょっとね。美穂の言葉に俺は笑顔でそう答える。詳しい理由を話さない俺に少しだけ不満そうな顔をする美穂。パパにお手紙来てたから、それじゃない？すると、代わりに美春が返事をした。その途端、美穂の表情が変わる。え？もしかしてラブレターでももらったの？違うよ。そんなんじゃないよ。昔の同級生から謝罪の手紙だよ。怒り出す彼女に、俺は慌てて説明する。しかし、しどろもどろになってしまったのがまずかったらしい。怪しいわね。そう言って、疑いの目を向けてくる。まあまあ、ラブレターって何？だから違うって。無邪気に聞く美春に、さらに俺は焦ってしまう。やがて、それがおかしくなり、俺と美穂は笑い出す。それに美春は訳がわからなくても、俺たちが嬉しそうだからと一緒に笑う。ああ、本当に幸せだな。今日も平和な家庭は、俺が用意した夕食の美味しい匂いに包まれていた。それから夕飯を食べながら、手紙の正体について話す。もう、それなら早く言ってよ。早とちりをしていたことに照れ笑いをする美穂。ごめんごめん。許すつもりはないって言ったけど、やっぱり改心してくれたのが嬉しくてね。俊太って本当に優しいよね。そうかな。俺が首をかしげると、美穂は笑顔で、そうよ、と言ってきた。そんなあなただから私は好きになったのよ。その言葉に今度は俺が照れてしまう。それをバッチリ娘に見られて、パパもママも顔真っ赤だね、と言われてしまった。そんな娘の言葉に今度は顔を見合わせて笑った。これからもこんな風に笑顔の絶えない家庭を続けたい。そのためこれからも仕事に家庭にと励もうと決意するのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。